약간 그것부터 이발했다네. Come on, please. 이시네 아서보 때 이발했던데요. 시네 아서보 때. Here I come, 이끄요. Said the rainbow fish. And happy splash, he swam off to join his friends. それでみんな楽しく遊んでたんだって。仲いいになっちゃった。最初が生意気だったじゃん。おしまい。どうですか。よかった。面白かった。じゃあ、あの、何のな。この本で何の勉強になりました？英語？勉強。英語の勉強を学んでるんだけど、あの、せかこは生意気だと友達が来ない。知ってるよそれね。この虹魚が生意気だったからね。それで優しくなった時に、例えば食べ物、自分があのお菓子あるじゃん、うん、やだあげたくない、これ大好きなお菓子だから、でみんな、うん、ケチあげた、あげないんだって、みんなどこか行っちゃうでしょう。でもみんな分けろだったら、あ、一緒に遊ぼうなっちゃうってこと、うん、OK。 ねえボケてるよやじゃあおしまいね、うん、タッチはおしまいじゃあバイバイして、バイバイ、おやすみ、おやすみ すごいね、本当。ママさっきはこうしたけど、次はこうしてないよ。ミーミーの手足に注目だよ。すごい。次は。こうなると水入るよ、耳に。入ってないよ。大丈夫か。ねえ、絶対耳に。目を。だから クジラに会いたかったらペリカンなんか見てちゃダメ。ペリカンは笑っている時も笑っていない時も沖を眺めてる、沖を眺めてるペリカリはクジラじゃない。クジラに会いたかったらよそ見しちゃダメ。緑の小さいやつがもぞもぞしてても葉っぱに止まってもぐもぐしててもこんなに小さいやつはクジラじゃ
もぐもぐしててもこんなに小さいやつはクジラじゃないからね。クジラはでかいんだ。クジラに会いたかったら雲なんか見てちゃダメ。通り過ぎていく雲、広い空を覆う雲。私超美人じゃない？じゃあママ見せてあげるから座って。はい。The rainbow fish。The rainbow fish は意味は rainbow は虹の魚。うん。オッケー。これ学校で聞いたことあるからね。あ、そうなの。保育園。The rainbow fish。A long way out in the deep blue sea, there lived a fish, not just an ordinary fish.But the most beautiful fish in the entire ocean. His scales were very shade of blue and green and purple, with sparkling silver scales among them. キラキラしてる。そうそうそう。一番綺麗な魚だって。一番。The other fish were amazed at his beauty. They called him.Rainbow fish, みんな rainbow fish って呼ぶんだって。Come on, rainbow fish, they would call. Come and play with us. But the rainbow fish would just glide past, proud and silent, letting his scales shimmer. One day, a little blue fish followed after him. Rainbow fish, he called, wait for me. Nekiteru.じゃあそれやめて。Wait for me. Please give me one of your shiny scales. They are so wonderful and you have so many. Scales ちょうだいだって。このキラキラの。ちょうだいだって。You want me to give you one of my special scales? Who do you think you are? Cried the rainbow fish. Get away from me. なんで？Come on, rainbow fish. 呼ばれたね。Come on, please. 一緒に遊ぼうって呼ばれたんだよ。一緒に遊ぼうって。Here I come. 行くよ said the rainbow fish. And happy as a splash, he swam off to join his friends. それでみんな楽しく遊んでたんだって。仲いいになっちゃった。最初が生意気だったじゃん。おしまい。どうですか？よかった。面白かった。じゃあ、この本で何の勉強になりました？英語？勉強、英語の勉強を学んでるんだけど、せっかくは生意気だと友達が来ない。知ってるよそれね。この虹魚が生意気だったからね。それで優しくなった時に、例えば食べ物、自分がお菓子あるじゃん、うん、やだあげたくない、これ大好きなお菓子だから、でみんなケチあげた、あげないんだって、みんなどこか行っちゃうでしょ。でもみんな分けろだったら、あ一緒に遊ぼうなっちゃうってこと、うん、OK ねえボケてるよやじゃあおしまいね、うん、タッチはおしまいじゃあバイバイして、早くバイバイ。おやすみ。おやすみ。